はい、どうも、こんにちは、クレです。よろしくお願いします。さあ、ということで、今回は、活躍選手セレクション最終予想をやっていきたいと思います。<laughs> はい、ということで、まあ、いよいよですね、プロ野球交流戦も、ほぼ全てのチームでですね、日程が終了となりました。 ま、残すところ、阪神と日本ハムのね、あの雨で中止になった一試合だけという感じになっている今日この頃なんですけれども、まあ、この時点ではですね、ああもうほぼほぼこの前半戦活躍選手セレクションというのはラインナップが確定しているはずでございます。まあ、4月末時点と5月末時点でですね、それぞれ予想動画を出しているんですけれども、まあ、この交流戦でですね、また結構変動がね、えー、あったかなというふうに思います。 まあそこがどこまで対象になるかっていうのはま3つの部分ではあるんですけどまただそれ以外にもエキサイティングで出た選手はね基本的にセレクションの対象外になるっていう部分もあってまあそこも全てねラインナップ確定してえもう登場もしてきたわけなのでまあそれも踏まえた上でねそれぞれの球団どう,いう予想になるのかっていうところまあ改めて見ていきながら最後に12球団かける2団で合計24選手のね えー、ピンポイントの予想と、あとは登場日がいつになるかっていう話もね、まあ具体的に結構見えてきた部分があるので、まあその辺の話を今回一本の動画でまるっとやっていきたいなというふうに思います。さあ、ということでまずは阪神からですね、はい、阪神はやっぱりまず佐伯選手、ここはもうほぼ確定かなと思います。えー、12試合8勝1敗、防御率1.20で3完封をね、 もうすでにこの時点で上げてるんでもう文句の付けどころがないかなと思いますなんでまあここは5月末時点の予想から、えー、大きくは変わってないですがこの中継ぎ適正とかまだ残って出てくるんであればね 結構最強決定戦とかキーマンになり得るんじゃないかなと思ったりはしています。で、対抗で言うとやっぱこのギリシキ選手も上がるんですけど、まあ投手1、野手1が基本戦っていうところを考えると、まあやっぱり佐伯選手で、まあ投手の枠は確定かなと思います。で、続いて野手はですね、筆頭候補である近本選手が、まあエキサイティングで出たということで対象から外すとですね、まあ森下選手が一番手には上がるかなとは思います。まあホームラン打点数っていうところを見ても、まあチームの中でも上位なんでね。で、対抗としてはですね、前川選手 ですね、はいこちらを挙げさせてもらいたいなと思います。 まあ試合数で見ると、まあ他の選手よりもちょっと少ないんですけど、まあ交流戦のね、チームの中での打率っていうところで言えば前川選手今トップですし、まあちょっと直近すぎるんで反映はされるかわかんないですけど、あの満塁ホームランとかもね、えー、ありましたんで、まあインパクトとしても十分ではあるかなとは思います。まあ通常エスランカ出るか到落戦場っていうところも含めて考えれば前川選手結構欲しいって人多いかもしれないですね。はい、で続いて広島です。はい、広島はまずこちら、ピッチャー枠はね、いろいろ候補いっぱいい,い選手がいるんですけど、まあ大瀬良選手かなと思います。 はいまあ、ここはノーヒットノーラン達成っていうね、まあ、インパクトのある活躍があったんで、まあ、出てくるんじゃないかなと前例でいうとねあの今永選手が交流戦でノーヒットノーラン達成してその時の写真で出てきたっていう例があるんですけど、まあ、それを考えれば大瀬選手もね、まあ、同じような。 形にになななっっててもおかかしくははいいとう思ってますで対抗は栗林選手はいこちらもね素晴らしい成績を収めているんですがまあでもやっぱりどうだろう大瀬良選手が強すぎるかなちょっとインパクト的にとは思いますまああと他にも素晴らしい成績残してるピッチャーたくさんいるんですけどまあやっぱピッチャー枠は大瀬良選手かなと思いますで野手枠ですね野手に関しては小園選手がやっぱり筆頭候補であるかな、ま、5月の成績がね本当に凄まじかったんでまあそこの時点で確定したといった ももいいいかもしれないです、ね、まあ今チーム首位走ってますけど間違いなくその原動力になっていると思います。で対抗できたこの末金選手かながまあちょっと試合数的には少ないですけど、まあ、ホームランの数字だったり OPS っていう数字で見たらね、まあ、やっぱりチームの中で見てもトップクラスなんで、まあ、可能性としてはあるかなと思います。 あ,あともう一人挙げるんだったら秋山選手もね、まあ、数字が残っているんですけど、まあ、タイプ的に言えばやっぱりその路線で行くと小園選手の方が、まあいい数字になってるんで、まあほぼ小園選手かなとは思ってます。はい、で続いてベイスターズですね。はい、ベイスターズはまず投手枠で言うと森原選手ですかね、まあこうまずピックアップと。まあ、数字で見るとね、防御率とかまあ0点台、1点台ではないんですけど、まあセーブシチュエーションではね、もうほぼほぼ安定した投球をしてくれてますので、まあ当然名前挙げるべき一人なので、 のかなと思いますで対抗はですね今回初めてケイ選手をですねビックアップとしましたまあ、開幕当初めちゃめちゃ安定感あったかというとそうではなかったんですけどもう今はねもう本当にローテーションにいなくては困る存在になってますので、まあ、可能性としてはあるかなとは思ってます まあ、あともう一人上げるんだったら、リリーフ徳山選手とか、もう可能性はあるかなとは思うんですけど、意外とやっぱね、ベイのこの投手陣決めるのは結構難しいですね。え続いて野州の枠でいくと、やっぱり山本雄大選手ですかね、が、まあ、候補筆頭ではあるかなと。まあ、キャッチャーでこの数字なんでね、交流戦の打率も規定にこそ載ってないものの、本当にトップクラスの数字が出てたんで、まあ、ここが強化されて出てきてほしいなとは思います。 で、対抗で言うと、まあちょっとこちらも怪我があってね、試合数的には多くないんですけど、まあオースティン選手、こちら交流戦ホームラン王っていうね、まあタイトルも現状暫定ではありますけど、まあほぼ手中に収めていると、まあ言っていいかなとは思うので、まあ数字見たらやっぱ圧倒的なんでね、試合数さえ出れれば、試合にさえ出れればもう活躍はね、確約されてるみたいなところもあるんで、まあそう考えるとオースティンのセレクションっていうのもまあゼロではないかなとは思います。 はい、続いて、えー、巨人ですね、はい、巨人は戸郷選手まず、あ、投手枠は、まあ、ほぼ確定でしょうノーヒトノーランの写真で、まあ、出てくるんじゃないかなと思います対抗でいうと山崎伊織選手とかもいいんですけどあと菅野さんとかもね、まあ、数字で見たら圧倒的な数字残ってるんですけど、まあ、タイプ的にも、まあ、先発っていうところでもかぶるし、まあ、投手枠2にしてまで、まあ、野手いないってわけでもないと思うんで、まあ、戸郷選手投手枠は決まりかなと思ってますで野手の枠でいくとやっぱり岡本選手ですかね ホームラン打というところは圧倒的なんで、まあここになるかなとは思います、エキサイティングも出なかったですしね、ただもう1人は対抗がいて、ですね丸、ま、選手ですね、はい、今年かなり成績良くて、やっぱ打率の部分ですよね、で見るんだったら、岡本選手よりも上なんで、まあどっちで評価するかですかね、まあ、ただタイムスリップとか出てることを考えても、まあ、岡本選手をセレクションで出してくるんじゃないかなとは思いますけどね、なんで、まあ、巨人は戸郷、岡本っていう2選手になると結構激アツかなとは思います。 はい、続いてヤクルトですね、はい。ヤクルトは結構予想難しいんですけど、まずピッチャーの枠でいうと吉村選手がですね、奪三振数で今リーグ3位の成績なんですよね。というところで、えー、筆頭候補には挙げました。ただ対抗でですね、この大西選手がリリーフで28試合、僕たち1.19というね、 安定感が誇ってまして、この大西選手がね、まあ、結構ゲーム内の能力においても、まあ、最近ヤクルトめちゃめちゃ強化されてるって話をよくしてますが、まあ、ここも出てきたら結構強そうなんですよね。っていうところではね、1個出てきたら目玉になりうるかなというふうにも思ってます。 で、野手枠でいくと、まずはこの長岡選手ですかね、が、まあ、ショートを守ってこの数字なんで、まあ、筆頭候補にはなってくるかなと思います。で、対抗としては村上選手ですね、まあ、率的な部分で言うとね、やっぱり本来の数字ではないかなとは思うんですけども、まあ、ホームラン、打点っていうところ、リーグでもトップクラスなんで、まあ、当然可能性としてはあるかなと思います。いや、このヤクルトの野手もね、まあ、おそらくどっちかに絞られてる。まあ、サンタのオスナがエキサイティングで出たんで、 まあそこがね、なければね、当然サンタナがやっぱり圧倒的に、まあ一個抜けてるっていう感じになると思うんですけど、まあ、すごいエキサイティングが出たんで、対象から外すとなると、まあこの2選手のどっちかかなっていう感じですね。はい、で続いて中日レッサー、中日も投手かなりね、候補が多くて悩んだんですけど、まず1人目、やっぱライドのマーティネス選手、30試合20セーブで防御率0.93というね、 まあ今年も圧巻の成績を収めていると最高的にはこの清水選手ですかね28試合で16ホールドポイント僕はち0.68というね、えー、数字になっていますまあおそらくこのどっちかかなとは思うんですが、まあ、先発で見て小笠澤信之助選手とか、まあ、あと左の斎藤選手とかまあいろいろ候補はいるんですよねなんですごい難しいところでありますけどまあ鉄板予想するんだったらこの2人のどっちかかなと思いますで野手枠でいくとですね、まあ、こちらも去年も出てるんですけど細川選手がまあやっぱりね打率の部分とか まあ、トータルで見ても素晴らしい数字をね、今年も出してますんで、まあ当然筆頭候補にはなるかなと思います。で、対抗はこのカリステ選手ですかね。まあ、こちらも若干ね、試合数は少ないんですけど、まあ全然でも対象に入る数字ではあると思うんで、まあちょっと味変というか、まあライデル細かってなると去年と同じ感じになるんで、まあちょっと変えてくるんであれば、ここもね、可能性はあるかなとは思います。 はい。続いて、オリックスですね。オリックス、ちょっと、投手役ね、どっちもまだ、回ランクすら出てないんで、画像がないんですけども、えー、まず一人目が、エスピノーザ選手。まあ、ここがね、やっぱり先発として、素晴らしい成績を残してるんで、まあ、当然、筆頭候補にはなってくるかなと思います。で、対抗は、ルーキーの小田島選手ですね。こちらが21試合で、10ホールドポイントボーナス0.00というね、 数字になってるんで、まあ、これどっちかね、コーチつけがたいんですけど、まあ、新戦力のどちらかになるかなと思います。で、野手の話でいくとですね、紅林選手ですかね、まあ、ここが当然、えーまあ、野手、まあ、多く試合出てるところでいうと、まあ、数字が一番いいので、まあ、対象になるかなというふうに思います、まあ、筆頭候補ですね。でもう1人ってなると結構難しいんですけど、まあ、西野選手か福田選手あたりかな。 まあ、セデーニョ選手がね、開幕してすぐは良かったんですけど、やっぱ数字が落ちちゃったんで、まあ、ヒットをくれやし選手で、まあ、ほぼ間違いないかなとは思います。はい、ね、で、続いてロッテですね。はい、ロッテもね、ピッチャーから、まあ、まず予想難しいんですけど、まあ、先発で行くならメルセデス選手か、佐々木朗希選手のどっちか。 まあ今は規定のってね、メルセデス選手防御率1位なんで、まあ、勝ち星こそね、巡られてないんですけど、クオリティスタート率も高いですし、まあ、当然、候補としてはま有力かなと思います。ただ、もう一人対抗として鈴木選手ですね、が25試合防御率0.00っていうね、素晴らしい数字になってるんで、まあ、どっちか本当にここ難しいなっていう感じですね。 で野手でいくと、ですねやっぱりこの2選手、外選手と岡選手のどっちかになるかなと思うんですけど、まあ、ただ、排出の感じを考えると、外選手がね、まだいまだに回位ランクすら1枚も出てないんで、まあ、セレクションがバッチリ出すタイミングとしていいのかなっていうのもあって、まあ、ヒットはやっぱり外選手になるかなと思います。ただ、数字で見たら当然、岡選手もいいんで、まあ、どっちかかなという感じですかね。はい、で続いて、ホークスです。はい、ホークスはこの4選手ですねっていう感じなんで、まあ、ほぼ変わってないと思うんですけど、まあ、先発はやっぱモイネロ選手。 かなピッチャー枠、モイネロ選手が、まあ、やっぱり今年で、ね、先発先行っていう、まあ、話題性も含めて、まあ、成績も残してるんで、まあ、やっぱり筆頭候補にはなるかなと思います。 ただ、対抗の有原選手もね、リーグトップの6勝なんで、まあそこの可能性も全然あると。で、野手で行くとやっぱ近藤選手でもうほぼ確定だと思います。まあこれね、セレクションで出ちゃうとアニバーサリー対象外になるんで、まあアニバル投票したかったっていう声もあるかもしれないですが、まあでもこれはちょっと圧倒的すぎるんでね、もうほぼ確定だと思います。 でまあ対抗はね、上げるのもどうかなと思うんですけど、まあやっぱり山川選手が、まあ打点、ホームランって見たところで圧倒的なんで、まあ特に打点ですよね。48打点。この時点で叩き出してるっていうのはやっぱ驚異的なんで、まあちょっと直近だとね、数字をしてますけど、まあ当然対象にはなるかなとは思います。 はいで続いて楽天です。はい、楽天はまずピッチャー枠がね、結構予想難しいなっていう感じはあるんですけど、まあ、乗本選手かな抑え天候で16セーブここまで上げているんで、まあ、防御率はね、若干交流戦に入ってからちょっと落としちゃいましたけど、まあ、2.25と全然悪くはないんで、まあ、当然候補にはなるかなと。で、対抗で言うとソンチャーホー選手が26歳で17ホールドポイント、防御率1.48というね、えー、安定感なんで、まあ、どっちかかなという感じだと思います。 はい、で野手でいくと、ですねまずやっぱりヒットは小郷選手かな、まあ、直近だとちょっと数字は落ちてると思うんですけど、まあ、それでもランダーストップクラスの数字出てますし、まあ、あとはあの甲子園での一発とかね、まあ、インパクトに残る活躍もあるんで、まあ、当然ヒット候補であるかなと思います。 対抗は辰己選手ですかね、まあ、率で言うと若干、えー、小郷選手を上回っているっていう、まあ、感じになりますけど、まあ、この2選手のどっちかになってくると思います、はい、で続いて西ブですね、まあ、西ブはねちょっと野手の予想がすごい難しい感じにはなるんですけど、まあ、ピッチャーはやっぱりこの2選手竹内選手今井選手が まあ素晴らしい数字になっているんで、竹、ま、内、あ、選手、ちょっと離脱もあってね試合数は多くないんですけど、まあでも当然出てきておかしくない、文句ない数字じゃなってますよね。で野手の枠でいくと、ね、率こそちょっと苦しいですけど、まあホームランの数字とか、またはオールスターのファン投票とかという部分でもね、ねやっぱこの中村選手の可能性がまあ今、いいろろ野手の中で考えると一番高いのかなとは思います。まあただピッ じゃあ2人っていう可能性もね、なくはないかな、全然ありだと思うんですよね。まあ、昼間選手もね、5月良かったんですけど、ちょっと6月落ちちゃったんで、まあ、一応名前は入れてますけど、どうかなっていう感じではある。 はい。で、ラストが日本ハムですね。日本ハムはまず筆頭候補、ピッチャーの枠で言うと山崎幸也選手になるかな。まあ、リーグトップ6勝をマークしてますし、まあ、イニング数もね、チームで見て、加藤選手の次かな、投げてるんで、まあ、文句ないかなと思います。まあ、移籍してすぐのシーズンとかね、結構、セレクション対象になるイメージもあるんで、まあ、筆頭候補にはなるかなと思います。対抗で上げるのがね、もう一人結構悩んだんですけど、まあ、川野選手か、あと個人的には金村選手とかもいいかなとも思うんですけどね。 まあ、あとは4月こそねちょっと数字あんまりでしたけど、まあ、5月6月ね、えー、絶好調のマーフィーとか、まあ、その辺りもありえるかなとは思います。 野手の枠でいくと、ですねまずやっぱりタミヤ選手、もうここは筆頭というかもう確定と言っていいんじゃないかなと思ってます。ただ、そこを脅かすのが、この水谷選手なんですよね。まあ、特に交流戦での、ね、活躍がインパクト強いんですけど、まあ、暫定ではありますが、現時点で首位打者というところで、まあ、ワンチャンこれね、タミヤ、水谷の野手コンビっていう可能性もゼロではないかなと思ったりはしてるんですけど、まあ、ただ、ピッチャーに候補がいないってわけでもないんで、 まあこのあたりね、まあ、水谷選手の査定の難しさとかもあるとは思うんでね、ちょっとどうなのかなっていうのはある。でもファン的には民ヤ水谷両方ね、セレクションで出てくる姿とか、まあ夢見てる人も多いのかなとも思いますね。 はいってことで、まあ、以上ですね、えー、それぞれのチームの対象選手、候補選手を見ていったわけなんですが、まあ、12球団、それぞれ合計24選手、ピックアップするとこんな感じかなと思います。はいまあ、結構悩んだチームもあるんですけども、まあ、全体的なバランスを見て、24選手当てに行くとこれかなと思ってます、はい。まあ程よく限界突破がしづらい、難易度の高い、育成難易度の高い選手もいながら、まあ、主力選手もしっかり出てるという意味では、結構、バランスはいいんじゃないかなとは思いますけどね。 まあピッチャーはどっちかっていうとリーグによってるかもしれないですけど、まあリアタイで使えるピッチャーもまあ入ってるとは思うし、野手で見てもね、まあリーグ、リアタイともにそれぞれね、まあ目玉になり得る選手がいるのかなとは思ってます。まあポイントはセーブのとこかな、ピッチャー2人にしているのが1個ポイントにはなりますけど、まあ過去にもね、そういうパターンなくはないんで、まあそこは1個難しいポイントにはなってますけど、まあ個人的にはこの24選手と。 いうのを最終予想にしたいと思いますで登場日の話でいくとですね昨年は第1弾が6月の30日で第2弾が4月の18日に登場になってましたでその後さらに夏のヒーローセレクションも来て実質3弾構成みたいなねまあ感じになったんですけどまあそれに当てはめていくと、まあ、登場日今年最短で6月の27日に第1弾っていうのがまあ濃厚かなと思います で、まあ、これ考える上で1個キーになるのが最強決定戦だと思ってて、まあ、次回の最強決定戦までに2段をね出してくる可能性がやっぱり高いかなと思うんですよ昨年は7月の17日から最強決定戦になってて、まあ、この2段までオーダーに入るっていうスケジュール感になっていたんですけれども、まあ、今年は7月の15日から最強決定戦っていうスケジュールになってるんで、まあ、ほぼほぼ同じと、まあ、若干日取り的に言うと前なんで、まあ、1段はやっぱ6月27日去年よりも3日ほど早い まあタイミングになるのが、まあ、ジャストタイミングにはなるのかなと思います。なんで、エキサイティングには段今出てますけど、その後タイムスリップ3段来て、そのままセレクションっていう。まあ流れかな。まあ1個通常追加とか挟んでくる可能性もね。 まあ、ゼロではないかなとは思うんですけど、まあ、どうだろう、その夏のヒーローセレの枠にね、今年も何かしらの施策があるのかどうかっていうところも、まあ予想の一個ね、難しいポイントにはなるんですけど、まあでもやっぱり、このセレクションってね、特にリーグ勢の人が多く回すガチャにはなるので、まあそういう意味ではやっぱり最強決定戦に2個入れてくる、2段まだ入れてくるっていうのが、まあ基本戦にはなるんじゃないかなということで、こういう予想にしています。 はい。ということで、まあ、以上、今回は活躍選手セレクション最終予想ということで動画撮っていたんですけども、いかがだったでしょうか。まあ、散々ね、結構この活躍選手セレクションに関してはこすらしてもらいましたけれども、まあ、でもずっとやってきたからこそね、見える予想みたいなところもあると思うんで、まあ、ぜひね、えー、ちょっと参考にしていただいて、まあ、皆さんの予想もね、コメント欄で教えていただければなというふうに思います。ということで、ぜひこの動画少しでも楽しんでいただけた方は、参考になった、よりセレクション楽しみになったという方は、ご視聴、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。